レオン・サモイロビッチ・バクストは、ロシアの画家、挿絵画家、舞台美術家、衣装デザイナー。誕生日には、5月10日節もある。セルゲー・ディア・ギレフが主催したバレエリースで、火の鳥、牧神の午後、ダフニスとクロエ他の舞台美術を担当した。白、ロシア、グロドノの中流ユダヤ家庭に生まれた。一家で、ペテルブルクに移り、 ギムナジウム卒業後の1883年から1887年、ペテルブルク提出美術院に学び、傍ら、マッチのラベル描き、図書の装丁などをした。母の父のせいから、レフ・ローゼンベルクとも称したが、1889年の最初の展覧会には、母方の祖母姓バックスターから、バクストを名乗った。 1890年、アレクサンドル・ブノアを知り、その紹介で芸術世界グループの導入となる。セルゲー・リア・ギレフもいた。1891年からヨーロッパ、北アフリカ諸国に旅行し、1893年から1896年、パリのジュリアン・ガジュクで、東方趣味のジャン・レオンジェロー村に学び、また、フィンランドの風景画家、アルベルト・エデルフェルトにも支持した。 1896年に、ペテルブルクへ帰り、肖像画家、装飾画家として迎えられたが、1898年に、創刊された、芸術世界史の表紙へ、挿絵、肖像画で名を広めた。1904年の同志の廃刊後は、アポロン、金曜毛などの雑誌に描いた。1900年代初めには、ペテルブルクのエルミタージュ劇場、 アレクサンドリンスキー劇場、マリーンスキー劇場で、エウリピデスの、イッポリトゥス、ソポクレスの、コロノスのオイディプス、アンティゴネなどの舞台装置を担当した。1906年、芸術世界の導人が、パリのグランパレで模様したロシア美術展では、バクストの飾り付けも好評だった。帰国後に開いた私塾の生徒には、バレエダンサーのニジンスキーがいた。 マルクシャガールも1908年から1910年在籍した。ディアギレフらが1909年パリで旗揚げし、1911年からバレーリュスと称したバレダ団で、バクストの舞台装置は舞踊団の世界的な評判を支える重要な柱であった。バレーリュス以外の装置も手掛け、ディアギレフと組閣した時期もあった。 バレエリュスを離れたバレリーナ、イダルビンシュタインの、1911年の、セイ・セバスティアンの殉教、1912年のサロメ、1913年のラピサネラなどである。1912年、ユダヤ人のゆえに、ペテルブルクを離れ、パリに定住した。1913年夏、ロンドンで、自作の展示会を開き、またこの頃から、パリで、 ファッションにも関係した。1924年、58歳で、パリに近いリュウェイユマルメゾンで病死。病名は明らかでない。パリ17区のバチによる墓地、シームティエールでバティヌオレスに埋葬。1904年に結婚した妻との間は、平坦でなかった。舞台美術家としてのバクストの業績は、バレーリュースのバレエ作品に目立つ。以下のうち、 クレオパトラは、エジプト、シェヘラザードはアラビア、青ミは、インド、牧神の午後と、ダフニスとクロエは、ギリシャを描いている。ありがとうございます。